皆さんこんにちは、光ニームです。今は聖蹟桜ヶ丘の駅のところに来ていますが、京王の看板が見えます。この辺りも耳を澄ませばの撮影場所になったんですよ。で、この聖蹟桜ヶ丘っていうのは実は結構頻繁に来てるんですけれど、まあこういうアニメ映画の撮影場所になってるということは全く知らなくて、下になんかモニュメントがあるんで撮影したいと思います。で、青春のポストと書いてます。で、この看板に耳を澄ませばの撮影の聖地巡礼のルートとかが載ってるって感じですね。で、ずっと桜通りを通っていろは坂の公園のところに行ってこんぴら神社のところに行ってっていう、で、その先に天使台があってっていう、そういうルートを逆に降りてきたわけですね。で、そのしばらく先に給水場があって、そこのバス停からやってきたわけですが、で、これからどうするかというと、とりあえずここの九頭竜神社のところまで歩いてみたいと思います。さっきも言いましたが、聖蹟桜ヶ丘は割合よく来る場所です。京王アートマン、見覚えがありますかね。マップがありますね。
で、九頭竜通りとあるので、この通りをずっと行けば九頭竜神社があると思います。そういえば九頭竜と九頭竜が似ているのは偶然でしょうか。といっても九頭竜の頭が9本あるというわけではないでしょうが、九頭竜を日本語に置き換えたとき一番しっくりしてくるのが九頭竜なんでしょうか。まあ、九頭竜神社に参りしたら九頭竜が出てきたらびっくりもんですね。ネクロノミコンを優勝しなければならないかもしれませんが、なんか見たら結構ジンバルが引っかかって揺れてたようなので、これで手ぶれは収まってるでしょうか。やっぱちゃんとしたジンバルを買わなきゃダメですかね。まあ一応手ぶれ防止用のアプリをかませてからアップするのでなんとかなってればという感じですが、神社が見えてきましたね。ここが九頭竜神社になりますね。九頭竜神社、九頭竜神社年中行事例大祭、9月第2土曜日、9月第2日曜日、王子9月2日とかいろいろ書いてます。中世のある大洪水の時、川上から赤道ヶ浦の木に9つの頭を持つ竜のようなものが流れ着き、それを御神体として奉祭したのが始まりと伝えられています。古くからの多摩川の洪水、氾濫の際にも当社が水没することがなかったことから、多摩川の水神として金剛の崇拝を集めています。また当社は子供の虫歯を和らげる御神徳あるとして崇拝され、祈願の生まれには山の荻を重ねて備えたと伝えられています。なお竜に似た赤兜をかぶった白蛇がしばしば境内に現れたとの言い伝えもありますとか書いてます。小さい狛犬がいます。少し公園に行ってみましょう。九頭竜公園です。
何か銅像がありますね。記念碑があります。かつてこの付近一帯は多摩川と大栗川に挟まれた水田で、春はレンゲの花、夏は牛馬の田を越し、秋には黄金に輝く稲穂が道行く人の目を楽しませてくれた。昭和30年代には東京の人口集中化とともに、この駅敷の地は住宅地として開発が始まり、昭和40年代には多摩ニュータウン建設と相まってビルの高層化が進み、都市化に厳しい要素となったとか書いてます。なんかいい感じの池みたいなものがありますね。何も泳いでいませんが、ここは水遊びができるんでしょうね。銅像があります。陽光と書いてます。さて、それじゃこの辺でこの動画も終わりにしましょうか。以上、聖蹟桜ヶ丘の周辺から光ニウムがお送りしました。